ルイ・エルさんはフランスの画家、版画家である。パリで生まれた。父親も版画家であった。ジャック・ルイ・ダビットやジャン・イコール・バプティストルニョに学んだ。1797年に歴史画を出展してローマ賞の2位を得た。ダビッドの流れを組む新古典派の画家であった。肖像画家として多くの作品を描いた。サロンド・パリには1802年から1831年まで、 ほぼ毎年出展した。1822年に美術アカデミーの会員に選ばれ、1825年にアングルイジロデイコールトリオゾンの後継としてパリの国立高等美術学校の教授に選ばれた。1821年に測量学者の娘でシャルルメニエから絵を学んだ画家でもあったルイーズ・マリジャンヌ・エルさんと結婚した。ルイーズは パリの自宅に女性のための絵画学校を開いた。1825年にレジオンドヌール勲章を受賞した。エルさんに学んだ画家には次のような人物がいる。ありがとうございます。